今日、那覇空港では今月28日からの旧盆を前に里帰りする人たちの姿が見られました。一周忌っていうんですか、それとたまたま旧盆が重なった状態で、それで初盆っていうんですかね、でこっち のお盆があるので、それを一緒にしようと思って初盆で帰りました。父がの思い出をね、兄弟で語ろうかなと思ってます。毎年は帰ってこれていなくて、なので久しぶりにお盆に参加する感じになります。他の子のいとこたちがいっぱいいるので、みんなでちょっと集まれる時間がありそうなので集まって過ごす予定です。日本航空、全日空によりますと、新暦のお盆前後にあたった今月10日から20日に国内線を利用した総旅客数は、コロナ禍前の2019年の同時期と比べ9割以上に回復しています。沖縄の旧盆も久々に里帰りする人たちでにぎわいそうです。